エヴァンドロこと、エヴァンドロ、フェリペジ・リマ・コスタは、ブラジル・ペルナンブーコ州レシフェ出身のサッカー選手。FKA ・アウストリア・ウィーン所属。ポジションはフォワード。2009年に、サンパウロ FC の下部組織に入団。2014年1月23日のカンピオナート、パウリスタ・モジミリン EC 戦で、ルイス・ファベアーノに変えて出場し6分間ながらも、選手初出場。 一週間後のリオクラロ FC 戦では、ファーストタッチで、初得点を記録した。2015年7月21日に、アトレチコパラナエンセに1年の期限付き移籍となった。8月23日の SC インテルナシオナル戦で、ドーグラスコーチーニョに代わって、途中出場し20分のデビュー戦となった。移籍後初得点は8月30日のゴイアス EC 戦であった。 2016年5月1日に同シーズン初得点を決めたがこのシーズンは1得点に止まった。2016年7月7日にセリエ A のウディネーゼ・カルチョに5年契約の遺跡金840万レアルで遺跡。9月25日にセリエ A 初出場。2018年1月21日にプリメーラリーガの GDS ストリル・プラヤに半年のレンタル遺跡。 ありがとうございます。